かったと言いますか、そのアプリゲームがすごく人気になってきてしまっていて、私もともとその家庭用ゲーム機がすごく好きだったので、なんかそれの面白さっていうのも忘れてほしくないなっていう気持ちがあってですかね。あの最初にプレイしたゲームとか最初のゲームとの出会いって何歳ぐらいだったかって覚えてらっしゃいますか？私はもうあの兄がいた影響もあってか、小学1年生くらいからもうポケモンであったり、それこそドラクエであったりやってきてました。今でいうとどんなジャンルのゲームをプレイされることが多いですか？現在ですか？はい、今はカプコンさんが今回も出展されているあのモンスターハンターアイスボーンをやっています。先週というか今週ですね、出たばっかりですもんね。いや楽しいですね、めちゃくちゃ楽しいです。どんなところが？ちょっと今回新モーション、なんか私カプコンの人みたいになってるんですけど、新モーションのあのクラッチクローっていう技が追加されてあったりとか、あと新しいハンターランクのあの解放もあって、それがマスター級って言うんですけど、なんかそういったものがどんどん出てきて、その昔やってた G 級みたいなものが今回マスターランクっていう風になってて、それもすごい胸熱と言いますか、はい、楽しいです。すみません。でも本田さん本当にお忙しいと思うので、モンスターハンター、いい装備、ね、極めるためには時間かかるじゃないですか。時間取れますか？あの宝玉が出ないんですよね、モンスターハンターさん。そこがでもね、あれが一発で手に入る時もあれば10回やっても手に入らない時もあって、でもそこが好きです。なかなか手に入らないところ、そこが好きです。でね、あのホンダのバイクで話題にもなりました、あの配信ではデッドバイデイライトというまたちょっとかなり毛色の違うゲームやられてましたけど、はいね、あれはどんなところが魅力ですか？あのゲームはですね、あの、まあ、4人対1人の、まあ、戦いなんですけども、とにかく頭を使うところと、あとはこう仲間同士の場所の把握ができないっていう、そのドキドキ感であったりとか、で最近だとキラーの能力の、アップデートだったり、まあ、その個性がたくさんあるのでやっていて飽きないところ、ステージも追加されますし、今度もネットフリックスさんとコラボしたキラーが来るので、私デイライトの人みたいになってるんですけど、あのそれもすごい楽しみです。ストレンジャーシングスのコラボも、ね、出るということで、はい、まあ、でもプレイされてても本当にあのゲーム好きがうなるぐらい、あの本田さんの腕前も際立ってたと思うんです。結構やられてるんですか？そうですね、あのそのデッドバイデイライトと、今だったらモンハン、うん、すごくやり込んでると思います。あの配信見させていただくと、はい、あのなんかこう普段本田さんから想像できないようなイメージの言葉というか、例えばキャラクターがこう走ってる時にあの頑張れ私のふくらはぎみたいなことを言っててなんかあれがなんか本田さんの素なのかなって配信見ると思うんですけど、どうなんですか？そうですね、あの配信の時は結構素が出てるかなと思います。実際あのゲーム配信というかゲーム実況ってやってみて、一人で喋り続けるのってどうでした？あ、なんかそれは私ラジオ番組を前やっておりまして、でラジオって8秒間の無言は放送事故って言われてるんですね。だからそれで結構鍛えられているっていうのが強いと思います。結構プレイしながら喋るのもまた難しいですよね。そうですね、でも昔からよく友達とやってる時もよく喋りながらゲームするねって言われてたから、そんなに苦じゃなく楽しんでやっております。でまたあのコアな本当にコアなゲーマーがこう配信されてるのと違って、あのデッドバイデイライトの時そうでしたけど、説明がすごく丁寧というか、はい、初めて見る人でももう簡単に見られるなっていう感じで、あれ意識されてるんですか、やっぱり？そうですね、私のそのゲームのチャンネルはあのゲームに興味ない方も、見に来てくださってるので、やっぱりそういう方に少しでも分かってもらえたらいいなっていうのを考えてやってます。あの配信もあって、あの本田さんがゲーム好きだっていうのが知れ渡ってから、なんか周りの反応とかって変わりましたか？そうですね、こういう仕事が来るようになりました。じゃ本田さんとしては嬉しい限りですね。嬉しいです。たくさんねゲームに関わっていただきたいと思います。はい、で今日はこの後ですね、東京ゲームショーいくつかのブース回って新作の試遊をするということなんですが、はい、特に何が楽しみとかこのブース楽しみだったのありますか？私はまずあのスクエアエニックスさん あのファイナルファンタジーのシリーズで、私が小学生の頃にやってた、クリスタルクロニクルっていうもののリマスター版が、はい、あの試遊できるということで、それが今すごい楽しみなのと、はい、あとはそのままスクエアさんでいうとあの FF7 のリメイクと、うん、はい、あとはそうですね、プレイステーションさん、ソニーさんで、はい、
ディーモっていうゲームと、うん、あとバンナムさんでリトルナイトメア2とかはやってみたいです。どんどん出てきますねそれでいうと、はい、FM7 今日新しい映像実は朝出てたんですけど見てないですか。そうだ、それはまだ見てないです。ちょっと多分ブースでも流れてると思うんで、はい、見てみます。めちゃくちゃ可愛いエアリスが出てきてたんで。あ、そうなんですね、はい、あんなカクカクだったのに前は。いや、もう本当に最新の CG で出るんでぜひ楽しんでいただければと思います。はい、さあということでここまでいろいろ話伺ってきましたけれども、最後にですね、14日の土曜日から一般公開となりますが、東京ゲームショー楽しみにしている方全国にたくさんいらっしゃると思います。一言メッセージお願いします。はい、そうですね、そう14、15日が一般公開日となっておりまして、そうですね、やっぱり皆さんゲーム好きな方がたくさん来られると思うので、もうその自分の好きなゲームの会社のところにも思う存分こう堪能しに行っていただいて、であんまりゲーム知らないよっていう方はなんかちょっとそうだな、どこがおすすめかな、そういう方々だったら、私だったらやっぱりそうだな、カプコンさんだったりとか、ソニーさんのところに行けば多分なんか、あ、私でもできそうとか僕でもできそうっていうゲームはある気がします。なので、楽しみ方は人それぞれだと思うんですが、せっかく来てもらえたということで、最後まで楽しんでもらえればいいなと思っております。暑いので気をつけてください。はい、ありがとうございます。今後も配信も多分ゲームファンもゲームファンでない方も楽しみにしていると思うので、ぜひ、ゲーム協会盛り上げていただければと思います。東京ゲームショー2019オフィシャルサポーター本田翼さんのトークパート終了となります。本田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。